タジアムです。ロサンゼルス対シカゴ、このゲームの模様をお送りいたします。ロサンゼルスの先発は右の山本、シカゴの先発は左の今永、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の山本マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターはイアン。第9投げた、打ちました。第2球投げました、スプリットはボール、インローへ。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、ストライク。次は5球目投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、ボール。第7球を投げた、打ったに当たりだ、打球はセンターへ、フェンス直撃、センターからセカンドへ、イアンツーベースヒット、ロサンゼルス先制のピンチを迎えます。バッターは2番スタントン。ロサンゼルスいきなりピンチを迎えています。第1球第2球投げた、スプリットはストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、外角低め。第4球を投げた、インコース低め、空振り、タイミング合いません。第5球投げた、縦のカーブ、ボール。投球はこれから6球目、見逃し三振。バッターは DH の鈴木、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9投げました、初球空振り、初球空振りから投げました、変化球ストライク、アウトコースへ、これで追い込みました。追い込んで投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール、低め。第6球を投げた、インコース、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは4番デリンジャー、第1球投げた、ボール。第2球投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライトへの打球取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。山本ノーアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。ロサンゼルス立ち上がりを無得点に抑えています。左の今永マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、ロサンゼルス攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者大谷。第9直球ストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ショートバウンド、ボールを掴んだ、アイザックうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番メッツ。第9球初球外れてボール。第2球投げました、見送ってボール。投げました、3球目空振り、伸びのあるストレート。次が4球目投げました、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番フレディ。第9投げました、打ちました、初球打ち、サード後方のフライ、アイザックバックしていった、取りました、これで3アウト。今永無難な立ち上がりです。
2回の表シカゴ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマイク。第1球ボール。第2球2球目空振り。第3球打ちました。追い込んでから投げた。アウトコース低め、外れてボール。第5球投げた。打ちました。セカンド左へのゴロ。ラッセ取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番アイザック。第1球投げた。初球を打ちました。ラッセボールを取る。セカンドから一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番ピート。第9球投げた。初球空振り。投球これから2球目ボール低め。第3球を投げた。打った。センター落下点に入りました。打ち返した打球はセンターへのフライ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。山本この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏ロサンゼルス攻撃に入ります。先頭バッターはマックス。第9投げました。初球スライダー空振り。シカゴここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打った。追い込んで投げました。ボール。第5球投げました。三振。右のバッターボックスは5番スミス。第9球外れた。ボール。第2球2球目ストライク。伸びのあるストレート投げた。3球目ストライク。シカゴここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた。打ちました。右中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番トミー。第9球スライダーボール。まずは低め。第2球投げた。空振り。第3球を投げた。打ちました。アイザック掴んだ。サードから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ロサンゼルス三者凡退に倒れました。2回が終了しまして0対0です。3回の表シカゴ攻撃に入ります。トップバッターはアマヤ。第9投げた。縦のカーブボール。第2球投げました。インコーススプリット外れてボール。第3球を投げました。低めの球空振り。第4球を投げました。4球目ストライク。次は5球目投げました。打ちました。ボテボテのファーストゴロ。フレディボールを掴んだ。フレディそのままベースに入ってアウト。バッターは9番マイルズ。第9球ボール。投げました。あっと引っ掛けた。フレディ交代。ファウルグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰ってイアン。第9球初球を打った。内野ゴロ。ロハス取った。ショートから1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。山本三者凡退に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏ロサンゼルス攻撃に入ります。先頭バッターはラッセ。第9球初球から打ってった。センター前に出る。センター方向へも掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番ロハス。第9球投げた。初球空振り。タイミング合いません。第2球投げた。チェンジアップ見送ってストライク。第3球を投げた。低めスライダーは外れてボール。第4球を投げた。打った。
あっと抜けた。ロハス、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは9番テイラー。さあ、次の投球、投げた、ボール。投げました、スライダー見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を投げました、ボール。次が5球目、投げました、チェンジアップはボール。第6球を投げました、打ちました。第7球を投げました、打ったいい当たりだ、抜けた。センターからサードへ、テイラー、ナイスバッティングです。ロサンゼルス先制のチャンスを迎えます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、大谷。ネクストバッターサークルに控えているのはメッツ。直球見送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、リーハイ、空振り。第4球を投げた、スライダー、ボール。さあ、投球は5球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム、大谷、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは2番メッツ。ロサンゼルス、最低でも外野フライが欲しい局面です。ボール、第2球、投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球、ボール。投げました、インロー、空振り。第5球、投げました、打った、ファールボール。第6球を投げました、低めボール球、打った。さあ、犠牲フライになるか、取りました。三塁ランナーはタッチアップ、三塁ランナーホームイン。ロサンゼルス1点先制、1対0。ロサンゼルス、なおもチャンスが続きます。バッターは3番フレディ。第1打席はサードフライに倒れています。第1球、打ちました、ファール。さあ、次の投球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、1つ外した、ボール。投球これから4球目、カーブはボール、インコース低め。セカンドランナーちらっと見た。第5球、投げた、低めの球、見逃し三振。序盤終了しまして1対0、ロサンゼルス先制点を挙げています。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはスタントン。第1球、投げた、初球打った、ピッチャー返し、抜けた。スタントン、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ、リプレイです。バッターは指名打者鈴木。第1球、投げた、見送ってボール。第2球、投げた、縦のカーブ、ボール、高め。第3球はスタントン、スタート、投球ボール、キャッチャー二塁送球、間に合うか、判定はセーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投げた、打って出ます、ライト線、ぐーっと打球が上がってきますが、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。さあ、同点のピンチで迎えるバッターはデリンジ。打ちました、初球打ち、入れば逆転だ、取りました、中継、あと二塁ランナータッチアップ、ショートから二塁送球。ロサンゼルス、なおもピンチが続きます。バッターは5番マイク。ロサンゼルス、一打同点のピンチを迎えています。ボール、第2球、投げました、打った、痛烈な当たり、セカンド左、セカンド、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。山本、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏、ロサンゼルス攻撃に入ります。この回のトップバッターはマックス。第1球、投げました、打ちました、ファールボール。シカゴ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ちました、アイザック、ボールを取る、ボールはファーストへ、セーフ、一塁はセーフ、記録はヒットになりました。先ほどのプレーです。
右のバッターボックスは5番スミス。第1打席はライトフライに倒れています。投げました。ストレートはボール。まずはインコース。投球これから2球目。打った。アイザック掴んだ。2塁フォースアウト。1塁送球アウト。ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。バッターは6番トミー。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました。カーブはボール。投げました。打ちました。投げた。ボール。第5球投げた。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し。抜けた。トミー、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは7番ラッセル。第1打席はセンターフライに倒れています。ストライクになった。盗塁成功。ロサンゼルス、重要な場面で盗塁を決めてきました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球インハイ際どい球。ボール。投げた。内角ギリギリいっぱい。ストライク。バッター追い込まれました。第4球は外れた。ボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。第5球投げた。打ちました。ライト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。ロサンゼルス、2アウト2塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。4回までが終了しまして1対0です。5回の表1点を追いかけます。シカゴ攻撃に入ります。先頭バッターはアイザック。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球第2球投げた。打ちました。ピッチャー返し。あっと取れない。アイザックナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは7番ピート。第1打席はセンターフライに倒れています。第1球1球目空振りから。第2球投げました。打ちました。追い込んで投げました。ボール。次が4球目。投げました。高め縦のカーブ外れてボール。第5球投げました。低め空振り三振。バッターは8番天谷。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球を打ちました。これは内野ゴロ。ラッセボールを掴んだ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。5回の表が終わって1対0ロサンゼルス、1点リードは変わりません。5回の裏ロサンゼルス攻撃に入ります。トップバッターはロハス。第1球第2球投げました。見送ってボール。第3球は低め外れてボール。第4球を投げた。チェンジアップはストライク。ここは1球見ます。第5球投げた。外角高めいっぱい。ストライク。さあ6球目低めのボール引っ掛けた。アイザック取った。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは9番テイラー。今日2度目のバッターボックス。第1球ボール。シカゴここは引っ張りに警戒します。第2球打った。ピッチャーは正面。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。打順はトップに帰って大谷。翔平大谷。第9球スライダー見送ってストライク。第2球投げた。おっとデッドボール。これはデッドボール。バッターは2番ベッツ。今日はレフトフライとレフトへの犠牲フライ。第9球ランナー走った。盗塁成功。ロサンゼルス、大事な場面で盗塁を決めました。さあリプレイです。シカゴここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ次の投球。投球は3球目。投げた。決まった。ストライク。
第4球を投げた、ストライク。シカゴ、ここは引っ張りに警戒します。第5球投げました、チェンジアップはボール。投球はこれから6球目、空振り三振、バットアウト。前半が終わりまして1対0ロサンゼルス、現在1点をリードしています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはマイルズ、第1打席はファールフライに倒れています。第1球スプリットはボール。第2球、これは引っ掛けた、右中間へ持っていきましたがライト前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってイアン。第1球投げました、縦のカーブはストライク。第2球ボール。投げました、打った、山本ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番スタントン、今日3打席目。第1球投げました、初球を打った、セカンド右抜けるか、アウト。スリーアウトチェンジ。山本三者凡退、無得点に抑えています。6回の表が終わって1対0です。ロサンゼルス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番フレディ、今日はサードフライと三振、投げました、スライダーはボール。第2球投げた、打ちました、ファール。投球は3球目、投げた、打ちました、投球これから4球目、外角低めボール。投球これから5球目、スライダー、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは4番マックス、これが3度目のバッターボックス。第1球決まってストライク。第2球投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた。マックス、いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番スミス、今日はライトフライとサードへの併殺打。第9投げた、ボール。投げた、打った。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、外れた、ボール。投げました、変化球、見送ってフォアボール。今永降板、左のドリュー、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。先ほどヒットを放っているトミー、ロサンゼルス追加点のチャンスを迎えています。第1球第2球投げました、変化球ストライク、外角高め。第3球を投げました、打ちました、追い込んでから投げた、ボール。さあ5球目、カットボールはボール。投げた、打ちました、ライト落下点に入りました、ライトフライ、飛距離は出ています、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。左バッターボックスは7番ラッセル、今日はセンターフライとライトフライ、投げた。第2球投げた、打った、ライナー、これはヒットになります。バックホーム、間に合うかどうか、ホームイン。ロサンゼルス1点入りました、2対0、ラッセルタイムリーヒット、初安打。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは8番ロハス、第9球初球見送ってストライク。第2球投げた、外角見送ってストライク。投球は3球目、投げました、1つ外してボール。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、打ちました、投げました、カットボール、空振り三振。中盤まで終了しまして2対0、ロサンゼルスリードを2点としています。
ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは DH の鈴木。今日は三振とライトフライ。第1球見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インハイ、ボール。第4球を投げた、打ちました。マックス掴んだ、飛び込んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番デリンジャー。今日はライトフライとセンターフライ。第1球見送ってストライク。投球これから2球目、ストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げた、インロー際どい球、ボール。第5球投げた、打った、ファール。第6球を投げた、アウトロー、空振り三振。バッターは5番マイク。第1球投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、打った、フラフラっと上がった、マックス下がっていった、取って、これで3アウトチェンジ。満員のブルースタジアム、上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。バッターは代打フェルナンデス。第1球投げました、カットボールはボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球は3球目空振り。第4球を投げた、ストライク。さあ5球目、ボール。投げた、インコース高め、空振り三振。2者連続三振。打順は1番に帰って大谷。第9球カットボールはボール。第2球ボール。第3球を投げた、真ん中決まってストライク。投球これから4球目、打ちました、ファールボール。追い込んでから第5球投げた、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第6球はボール。第7球を投げた、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、入った入った入った、ホームラン。ソロホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。3対0、ロサンゼルスリードを3点に広げます。チームメートが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは2番ベッツ。第1球投げました、初球縦のカーブは空振り。第2球投げました、打ちました、シカゴ。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球はボール。第4球はインコース高め、ボール。第5球投げました、アウトロー、カットボールは外れてボール。次が6球目、投げました、打った、ボテボテの当たりはファーストゴロ。デリンジャーボールを掴んだ。デリンジャー一塁キャンバス踏んでアウト。バッターは3番フレディ。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。第1球投げました、初球空振り。第2球ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、
1球外した、ボール。投球これから4球目。外れた、ボール。次は5球目。ボール。次がラストボール。投げた。打った、痛烈な当たり。センター下がった、ヒット。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。フレディ、ツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。ドリュー降板、マウンドに上がったのはトンプソン。今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ここまで2安打のマックス。ロサンゼルス、一気に蹴りをつけたいところ。投げた。第2球、投げた、打ちました。天谷、余裕があります。取りました。これで3アウト。7回までが終了しまして、3対0、ロサンゼルスリードを3点としています。さあここは守備を変えてくるようです。ピンチヒッターはホーナー。ホーナー。第9、投げた、見送ってボール。第2球、投げました、ボール。投げました、ストライク。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、スプリットはボール。第6球を投げました、見逃し三振。代打はパトリック。シカゴ続けざまに代打を起用してきます。第9投げた、ボール。ロサンゼルス、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、外れた、ボール。第3球見送ってストライク。第4球を投げた、見送ってボール。さあ5球目、空振り。ロサンゼルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球はアウトコース低め、空振り三振。2者連続三振になりました。右バッターボックスは8番天谷。今日はファーストゴロとセカンドへの併殺打。投げた、投げた、ボール。第3球はカットボールはストライク。第4球を投げました、スプリット決まってストライク。第5球投げました、打った、山本取った、一塁送球アウト。3アウトチェンジ。山本3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって3対0です。8回の裏、ロサンゼルス攻撃に入ります。この回の先頭バッターはスミス、打ちました、ファールボール。シカゴ、ここは引っ張りに警戒します。第2球外角高め、際どい球、ボール。第3球を投げました、サークルチェンジャー、ボール。第4球を投げました、真ん中ストライク。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。スミス、ナイスバッティングです。初安打。バッターは6番トミー。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げた、初球はカットボール、空振り。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、見送ってストライク。さあ5球目、打ちました、抜けた。トミー、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。バッターは7番ラッセル、真ん中にストライク。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球は
低め際どいボール。第4球を投げました。ストレートはボール。次は5球目、真ん中ストライク。さあ6球目、打ちました。いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム、ラッセル、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。ロサンゼルス、さあチャンスをものにできるか。投げました。初球から打ってった、抜けた。レフトバックホーム、ロサンゼルス1点入りました。ロハスタイムリー、ロサンゼルスなおもチャンスが続いています。さあリプレイです。さあノーアウト満塁という場面でケビン、第1球投げました。ストレート見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、見送ってボール。投げた、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。今日2本のヒットを放っている大谷、ロサンゼルス1本打ってダメ押しといきたいところ。第9投げた、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、1球外してボール。投球これから4球目、打ちました。3塁ランナーホームに帰ってくる。1塁送球、1塁セーフ。ロサンゼルスさらに1点追加、ロサンゼルスなおもチャンスが続きます。投げた、外れたボール。第2球投げました、ジャストミート、ボールはレフトへ飛んで取りました。タッチアップからホームへ向かう、ホームイン。ロサンゼルスダメ押しの追加点が入ります。6対0、タッチはセーフ。ロサンゼルスなおもチャンスが続いています。第1球投げました、初球空振り、思い切って振っていきました。さあ次の投球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、打った、切れていきます、ファール。追い込んで第4球を投げました、ボール。第5球投げた、ボール。第6球をランナー一斉にスタートします、三振。8回の裏が終わりまして6対0、ロサンゼルスリードを6点としています。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターはマイルズ、今日はファールフライとライトフライ。第1球初球スプリット空振り。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打ちました、追い込んでから投げた、高めボール球打った、ファースト左横のフライになりました。フレディ、フレディ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰ってイアン、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、見送ってボール。投げた、ボール。第3球ボール、アウトローへ。第4球を投げました、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、ライト落下点、これはライトフライになる、掴みました、勝利まであと1人。右バッターボックスは2番スタントン、ロサンゼルスここは何としても抑えたい場面。スプリットはボール、まずはインコース高め。第2球高めボール球打った、ピッチャー返し、アウト、ゲームセット。山本見事な完封勝利、ロサンゼルス快勝しました。